さきちゃん、なんか変なのいます。そして変なのがアミちゃんとはじめさんのところに来てます。てか多分これまた逃げるパターンだね。俺また逃げるパターンだよねこれあんだけスニーキングミッションやった後に逃げるパターンが始まったね。ここからは私が引きつけます。でもね、はじめさん、それを操作するのは俺なんですけど、一番ちょっと辛い思いするのは俺なんですけど。アミさんを私が発光体を引きつけた後、彼らのものにいてください。影山さんは、私も発光体を撒いたらすぐにあなたたちの元へ行きます。心配いりません。アミさんなら何とか彼らの元へ行きます。いや心配してくれよ、アミよりも俺のこと心配してくれよ。さっきからさ、俺神経使ってさ、逃げまどいよったんやけどさ。そうじゃなくて、影宮さんは、私はこれでも警察官です。体力には自信があります。わかりました、気をつけてください。はい、アミさんも雪桂さんもと言ってくれんのやな発光体が来ています。アミさんは早く行ってください。これは逃げるオンリーのパターンか。ではなかった。なこれ、キーボードのシフトキーで叫ぶことができます。叫ぶことで周囲の敵の気を引くことができます。何それ、そんな器用な真似しなあかんの。要するにあれだろ、マキだったっけ、アミか、アミの方に行くかもしれんときはさ、その注意シフトキーで叫ぶことがやらなかったらあかんわけだ。敵のいる場所に近づきすぎると叫べない。あ、叫ぶん、アミの方。どういうこと。ああ、そうかそうか。なんか見張っとうやつがおったら叫んで、こういうパターンじゃ。シフトキーだったな。あ、近づきすぎか、これ。あ、かわいい。ヒョンかな。あれ？ガン無視されてるやん。この赤いやつに対して言ったつもりやった。ああ、これキャーって言った後に右にさっと動かなあかんのかな。多分そう。それともこの辺でだったらキャーって言えるんかな。言えた。ほんでここにこう隠れとったら、ざまあ見ろって感じなんやな。なるほどな。ちょっと面白いぞ。クイックセーブはちょっとこまめにしておこう。やり直すんめんどくさいものね。これはあれあれあれ、下向いてなかっただろこいつ。え、下向いとった、下向いとった、わからん。これも叫ばなあかんパターン。じゃあ叫んだ後どうすればいいんだろうこれ。あれ、おらんようになってる。そうか、そういうこともあるのか。キヨンかなこれ。あー、こいつも来てる。上だからも、あー予想外だね君たち。相変わらず予想外な動きしてくるね。なんか初めからやっちゃったね俺どうすればいいんこれ。などうしたらどうすればいい。あ、これじゃ、ここにおればいいんじゃ。はい、バイバイブーってなる。予想と違ったな。なんか予想と違ったな。俺の求めとったものとは違う展開になってしまったな、これ。ねえ、だってさ、もうちょい引きつけんかったらダメな気がするよ。だってこれ、こう下に、あ、いけたわ。いけたわ。案外いけたわ。あ、こっち、それ見つかった扱いになるの。壁越し、木越し。そう。あいつらに対してね。はい、叫んでるよ。女の子が叫んでるよ。来てあげて。よし。ね、ここだ。これはどこで言えばいいかな。この辺、それ以前の問題。キャーで叫びます。
キャン、あ、キャン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 、シフト押してもキャンってならないし、俺 Z 押してる。シフト押しとるつもりです。Z 押してる。隣だからね、ちょっと試しにやってみろ、いろんな展開。なんか、こいつらにさ、バカにされる気がする。さあ、どうする？ああ、なんかなれんぞ。こいつらの動きになれんぞ。これ。叫ばずに突破できそうな気がしてくるんやけど、あ、いけたわ。いけたわ。いけたわ。突破できちゃったわ。クイックセーブ。クイックセーブ。ナイスクイックセーブ。ナイスでした。ナイスでしたよ。あ、こいつはちゃんと言わんかったらあかんけど、どこら辺で言えばいいかって話やな。え、どこら辺で言えばいい？一旦この辺で近づきすぎ。ああいや、まっすぐ上に行ってくれればいいやん。もしかしてさ、軌道修正するんかな？俺の動きに対して合わせて軌道修正するタイプなんかな？軌道修正してるな。どうすればいいこれ。ん？じゃあどうすればいいの？これそのままいったらブーンになりますからね。ブーンになりますからね。例えばこの辺で叫んだら、ほら上に来るときにバーンになります。ジレンマです。あ、まさかな。この場だけで、あのエリアだけでどうにかしようと思わないことだっていうパターンかもしれない。一旦戻るか。で、ここでどこまで来るか見とかな、これ。あ、ここじゃ。そうじゃないの？一緒に横に並んで逃げるか、そのパターンが通じるか。一旦ここぐらいまで下がっておいて、射程圏外で。よいしょ。どけ、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 どけって、どけ、あー、うまいった。なんかちょっとうまいった気がする。え、こっちでいいん？ちゃうな。右側行かんかったらあかんのじゃ。ここで叫ぶことは？あれ？積みました。けどちょっと近いぞ。これの応用編やな。応用して右に行けばいいんかな。ちょっと強引じゃないかな。今回強引じゃないかな。いや、これが正規の方法か知らんけどさ。ダメだね、ダメだね。違うね、これ。絶対違うね。下に行くだけじゃダメだろ。え、どうすればいい？あ、俺気づかんかったけど、もしかして左側、一番左の列いかんのちゃうんかな。つまり俺の考え方はこう、ここに待機、ここで待機。いや、いけたわ。案外簡単なことだったわ。ちょっとこいつらの動きがクレイジーすぎてさ、このこういう簡単なことすらも分からんようになってきたもん俺。クイックセーブ。もう、こまめにクイックセーブとかの赤いような体質になってきました。ちょん、ちょんと。お、アイテムある。500円のために、500円のために道それんでもいいだろう。どんだけアミはお金好きなんだ。ちょっと光るものが見たらそっち行きたくなるんかね。大丈夫これ。開ければ。よし。いいっすよ。あ、イベント入った。方向はこっちで合ってるよね。結構逃げてきたからかな。アパートがあんなに遠くにあるよ。これ完全にみんなとは違う方向に行ってない？うん、違うんじゃない。これマキたちと行ったところと違うんじゃない。これどうしたろう。この家パパがいる気がする。パパに会いたい。合流は、そして何、あの、
センスのない仮面2つ白黒くらい。ドントビーくらい。さて、逃げてここに来たと思ったら、突然探索、久しぶりの探索ですよ。大事に探索していきましょう、ね、大事に育てていきましょうみたいな感じで言うけどさ、ほんと久しぶりに探索やけんさ。おお、このさ、扉開いてビーっていう音が鳴るもさ、久しぶりの感覚。暗くよくて見ない。懐中電灯持ってなかったんやな。鍵めっちゃ持ってる。今だに鍵めっちゃ持ってるやん。弥生の写真持ってる。鍵の中に弥生の写真混ざっとるあたりが。暗くて調べても何も出てこんのか。ってことは懐中電灯近くにあってもおかしくないところだと思うんやけどな。あ、案の定。じゃ、案の定。ザ・案の定じゃん、もう。もう、そういう音楽グループ作ったろうか。ザ・案の定。日足は非常に重く、飽きることができない。はじめさんがおったらどういうことになっていただろうか。ストーブか。時期冬なんこれ。夏やな。夏や。時期冬ってか言うたけど、夏やん。夏まず言いとったわ。誰かの日記がある。ほう。読む。8月1日。今日、お父さんが死んだらしい。会社の人に刺されたらしい。お父さんの死に方がグロい。その会社の人は、お父さんを殺した後にすぐに自殺したらしく、お父さんを殺した原因がわからない。心中してるやん。お母さんは向こうの部屋でずっと泣いている。もう6時間が経つ。大丈夫かな、お母さん。8月2日。今日、お父さんの遺体を見てきた。お腹を刺されていた。お母さんはその遺体に寄りかかってずっと泣いていた。僕はどうしたらいいのかわからなかった。あ、僕ってことはさ、シーンもそうやし、僕ってことはこれあれなんだな。あみたいな名前がちょっとだけラグが出てたけど、ラグができてから言ったな。ちょっとあ、誰やっけって3秒ぐらい待ってからあみちゃんじゃって。なんかあみちゃんの名前忘れるよな、なんか知らんけど。本当にアミちゃんやったっけ。8月3日、お葬式があった。お父さんのお葬式にはたくさんの人がいた。お父さんの会社の人、おばさん、おじさん、親戚の人も、場はすごく暗かった。半分ぐらいの人はお父さんの死んだ顔を見て泣いていた。僕もお父さんの顔を顔桶から覗いた。だけどなぜか僕は泣かなかった。いや、まだ物心がないけんじゃないかな。いくつなんかこの僕っていうのは。8月4日、あれからお母さんが暗い。ずっと部屋に閉じこもっている。昨日から何を食べていない。そりゃ、自分の好きな人が死んだらそうなるよ。だからお母さんの部屋の前に食べ物を置いておいた。優しい子やな。8月5日、今日もお母さんは部屋から出てこない。ドアの前に置いておいた食べ物を口にしていないようだ。お母さん、大丈夫かな。8月6日、お母さんが少しだけ部屋から出てきた。僕はお母さんに大丈夫と聞くと、お母さんは何も言わずに部屋に戻っていた。何しに出てきたんや、この人は。終わったし。何だったん、今の。誰の家なん、これ。誰かの家の、が空き巣に、空き家になったみたいな、そんな感じになるけどさ。暗くよくて見ない。こらーこらー、俺、脅かすのはやめろ、こらー。俺は猫早けどな。お前みたいな猫嫌いじゃん、ボケ。めちゃくちゃ猫に対してディスってるでな。生き花。そんくらいか。部屋多いな。あ、何？ただいま、0時をお知らせします。みたいな感じみたいな、なんそれ、お前。え？今日も僕は一人ぼっちだ。一緒に食卓を囲む家族はいない。お母さんは？だから僕はテレビをよく見ている。ちょっとごめんな。俺邪魔しとんみたいな感じになって。少しでも寂しさを紛らわせるなどと。そうするんだ。なんだ。アンパンマンでも見よんか？アンパンマンでも。アンパンチしてる。お前の心にアンパンチしてもらおうな。なんだ？誰？何の声かわからん。誰？この誰か判別できんような声、何？ん？お母さんが料理する姿を見なくなったのはいつからだろう。
僕はお母さんの料理が食べたいんだ。料理自分で作りよったんやな、この間。なんだ？何今の？え？お前か！驚かせよがって。あ、この鏡の映り方、そして猫の去り方、なんか意味ありげすぎるじゃん。なんだい？なんだい？なんだい？なんかあるのかい？なんかこう。浴室って怖いよね。今の話聞いてる。お前堂々と覗きしてんじゃねえや。堂々と覗きしてんじゃねえぞお前。何かわーじゃお前。興奮してんじゃねえぞ変態さんよ。何だったんこれ。何やねんこれ。またスニーキングかって思いながら抜けた先に待っているたのはなんと探索。久しぶりの探索や、めちゃくちゃテンション上がる。しかも誰かの過去のことを記した日記がたくさんありますね。これが記憶少女の記憶たるゆえんってやつですね。